はい、今回もね、ミスター M さんから動画を送っていただきました。まあ、1万時間の法則って言われることなんですけども、詳しくはね、動画概要欄にミスター M さんの動画をつけておきますので、ご覧いただければと思います。まあ、まとめますと、質か量かって話にもなってきたんですけども、その中でね、やっぱりどんなことも稼げるまでは1万時間やらないといけないよっていうふうなね、ことを言われてたと思うんですよ。確かにそれはよく言われることなんですよね。でも1万時間やらなくても稼げる方法ってあるわけなんですよ。で、そちらの方の話をちょっとしましょうかね。私のことなんですけど、私はネットビジネスを始めたのが2013年の6月14日だったんですけども、その日に自己アフィリエイトをやりました。自己アフィリエイトやって売り上げを2万6000立てました、で、次の日5万2000の自己アフィリエイトの売り上げ立てました。次の日は8万円ぐらいの自己アフィリエイトの売り上げを上げました。3日間連続で自己アフィリエイトやって、これはいけるなと思ったんですよ。それぞれ使った時間は30分ぐらいだったんですね。だからこの時点で90分ぐらいしかやってないんですよ。で、その次にやったことは何かっていうと、自己アフィリエイトの方法を19,800円で教えますっていう風に Facebook に載せたんですよね。で、そうすると申し込みが50人ぐらいありました。で、次の月7月20日ですから35日後ですよね。初めて自己アフィリエイトをやって、初めてネットビジネスに参入して35日目にもう80万円稼げてたんですよ。現金でです。この手に現金が乗りました。ですので1万時間はとてもやってないですね、私はね。という形で1万時間使わずにすぐに売り上げを取りたい、すぐにお金が欲しいと思うんだったら簡単なんですよ。目の前の人に商品を売ればいいんですよ。例えば自己アフィリエイトの方法をあなたに教えますと、19,800円で教えますっていう風にするんですよね。で、その方が、あ、だったらお願いしますっていう風に言っていただければいいんですよね。結局これをやれば1万時間なんていらないんですよ。特に私もね、もう50歳が来ますんで、のんびりと数年後に稼げればいいなっていう、そんな余裕のある状況じゃないんですよね。とても1万時間やってられないです。ですんで、もう明日にもお金が欲しいわけですよ。少なくとも来月には収入にしたいわけなんですよね。まあ、ですんで、目の前の人に価値あるものを売って、そしてお金をいただくと。目の前の人がモテなくて困ってるんだったら、モテる方法を教えてあげるとか、目の前の人がダイエットでつまずいてるんだったら、ダイエットの方法、健康の方法を教えてあげるとかね。そういうふうにして、誰かの役に立てばすぐにお金になるわけなんですよ。逆に誰かの役に立ったのに1円ももらえないっていうのは、大いに人生を反省するべきだと思うんですよね。で、ちょっと厳しいことを言いましたけども、あえてね、1万時間いらない方法を今回は提案したんですけども、じゃあね、1万時間必要なものってのは何かなってことなんですけども、1万時間必要なものっていうのは、どこの誰かに、どこの誰に何を売るか決まってないもの。これが1万時間かかります。こういうふうな雲をつかむような話っていうのは、とにかく時間がかかるんですよ。で、1万時間ぐらいやると、だいたい質が上がってきてますので、目の前の人に物が売ることもできるようになるんですよね。でもそもそも目の前の人にいる人ってどういうふうに集めたかっていうと、1万時間やったっていう実績に対して人が寄ってきてるんですよ。例えばブログのエントリーが残っているとか、 YouTube がたくさんこう表現されていてね、視聴者さんが増えてきたっていうことなんですよ。だから1万時間をかけちゃうと人生がすごくね、先送りになるんで、まあ、若い方はね、1万時間に向かってトレーニングすればいいと思いますけども、さすがに私の年ではね、これから1万時間かけると思うと結構暗い話になっちゃいますよね。1日やるでしょ、10時間やって100日で1000時間でしょ。で、1000日やらないといけないんですよね。1日10時間を1000日って1日10時間やるのを3年ですか。いや、それまでに家族飢えさせちゃいますんで、ちょっとこの選択はもう今は取れないかなと思います。逆にですよ、今まで1万時間使ってきたものをすぐにプロデュースすればいいんじゃないかなと思いますけども、いかがですかね。そういうふうにちょっと発想の転換を今回はね、動画の方でお伝えしてみました。もう決してね、1万時間かける人に対して水をかけてるわけじゃないんですよ。1万時間かけない方法もありますよっていうことで、私の体験をお話ししました。あとはね、どちらを選ぶのかっていうのはこの動画を見た方の判断になると思います。1万時間の法則というのは確かにあります。1万時間かけるべきだと思いますけども、そもそも今までの人生で、47歳です私、47歳まで生きてきて1万時間かけたものが1個もないかって言われたら、それ何個かあるんですよね。ですからそれを、まあ、もうすでに1万時間やったことを売っていけばいいのかなと思いますけどもね。そういうふうなちょっと発想の転換を今回はね、動画のネタにしてみましたけども、いかがでしょうか。それではありがとうございました。